しています。いろいろあるんでしょうけど、まあわからんよねっていうことで、これ無理だろ、どうやってやんの。あ、できるか。3つ。ちょっと待てよ、これ。どうなるの？あ、そうか、すいません。これで詰まるやつおるってまあ、ここで詰まるやつおるってまあ、1、3、4、5、12から3引いて9マス。飛び出したところに対してマイナスかけることができないから。で、これがどうなる？天体ショーで、かつ、パズルピースが、有効なブロックのある側のブロックの形によってっていう感じなんだね。この形ってそもそもこの盤面上で再現可能なのか。真ん中に入れればいいじゃん、ダメだったら。ってことで考える時間になります。5×5 のエリアがあって、しましょうか。 5×5 のエリアがあります。でこれは天体ショーになっています。なってないんだけど、あれ、あ、動くよね。
くよくわかんないよ。動かない。まあいいや、スタートとゴール別に逆でも大丈夫だから。これだったら動かない。なんだこれ、ぶっ壊れてんな。回転できんぞ。これは置かれる方向がおかしい気がするんだよな。なんか、お互いに外側に出ようとする方向に、力が動いている気がする。これはシステムのバグなんですけど、端っこに置いたらぶっ壊れるってどういうことよ。デフォルトのこれだと動かんな、壊れとるな。使えない。なんでこんなピンポイントで使えないことするの。まあでも、お絵描きには使おう。とにかく盤面がありますと。で、なんかピースを作ると。今だと、縦4とか、9とか。2とか。これはもうちょっと、もうちょっといい形にしたかったかな。縦長のピースが欲しい。だけど、打ち消せるのは一つだけなので、T の字を消すとうまくいかないのは明白で、本当ですか？本当です。 T の字は使うと。いや、さっきの形、これなかなか嫌な形だから、 T と、じゃあこれは T とこれの組み合わせだったらどういう風になるかっていうと、打ち消し君も内側に入ってきちゃう？それだと。これにしかならんのけ？あれ？ごめん、罰だわ。こうね。こう。なんだよ、俺。なんだよこれ。ちょっとここもうちょっと探っていい？違う方法ないかな？ T を殺す。あ、こういける。これだろう、こっちでしょ。この方がまだ説得力あるよね。そうすると、現状、ちょっと右下はやばいかもしれないけど、右下どうせ9マス使うんだから、5、7、9、4、20、空きスペースが5。それは、作れない。だからもうちょっと、偶数奇数変える。これか。これ難しいね。
これでこれ作るの難しくない？できないと思う。ここじゃなくて、この線間違っとるわ。こうですね。1、2、3、4、5、6、7。8、9、10、11、9、20、25、20。ど真ん中にラインを引いたら 3×3 は入らないから、そこではない。端っこ、端っこ、真ん中。対称形の図形を作りたいのに偶数奇数が一致しない方が問題で、右下は9マスが固定されている。ここは偶数奇数の数自体は変わらない。でここは作れないということになっている。ここを偶数分にするには、奇数偶数だから2以外、2を消してそれ以外のこの2つを作る。そんな形、ああ、できるか。こうすると、できてないわ。なんだ。こうして、違う。こっちに t があって、そこに、これが入るだから t があって、ここにこれが入って、ここは抜けてるか、こうね、こんな形ができます。これ偶数奇数が揃ったし、ちょっと待って、マス目いくつになってる。 1、2、3、4、5、6、7、8 と9で17、18、19、20、21、23だから、どっか2マスだけ削る。だから外周のどっかだけちょこんと外すというパターンでクリアできればよかろう。
できてない。まあ、そもそもこれ盤面に収まらないからな。この形もう少しスマートにしてあげるか。
でこれ高さ4だろ、これ横幅4だろ、はまらんだろ。あー、いや真ん中に線引こうかなというわけでもないだろ。右2つのもっといい形欲しいんよ。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8。そういう形で作れないかな、こっちで。T、作れないよね。T 字があって、T の字があって、
この子がもっと可能性があるような気がするんだよね。こうでしょ。で、まあ、端っこが仮に取れたとして、こうなってて、横に潰れた形とかができた方が嬉しい。か、このピースがこっち側に来ていたとしたら、こういう形。こういうような形状。ならいい。だけど、読んだもんね、そもそもこの横長は。方針は合ってますか？25マス分全部作って終わりみたいな、そういう落とし方もある？25マス全部作るってできるかな？4449 17、だから17でしょ、25でしょ、だから8 1 2 3 4 5 6 7 8 8、全組という方針が候補としてはある。ぴったり入ればね、ぴったり入るような形が作れるんならそれはあり。4があって、長さ4があって、2×2 があって、残る場所に長さ4があって、あのピースがこう入って 4×4 があって、1234567 8、あれなんかおかしい、4123456784で、ここで9でしょ、1234567 89だけど、高さ5はできないから、動かね、こう入るとな、こういう形状欲しい。それさ5はないんだから、この形は作れないんだけど、作れればゴールできてるんだよな、これに準ずるような形状が。この子のバリエーション、この子のバリエーションがね、全然俺思い浮かばんのよ。マイナスする、マイナスする、するこう含めるたに右上の角が絶対入ってくる。
マイナスがありつつ、ここを埋めないといけないんだよね。マイナスが上のこのところを潰そうとしてるけど、そこにはやっぱり何か二つ入ってないといけないから、一番上の段は消さない。こうあって、なんか下の段が消えるとすると、そこが消える。消えるというか、一回重ねられるっていう言い方の方がわかりやすいのかもしれない。あの形で一回重ねられる場所というのが存在することができる。なんかうまくいかねえんだよな。うまくいかねえんだよな。これでやっちゃうと、この上の部分プラマイゼロになって消えちゃうんだよな。3×3×3×4×4。3×3 と4。右上のパーツ。右上のパーツのわからん。右上のパーツの可能性がわからん。T の字使わない方法はあるけど、他の部分が破綻するので、それが NG なんでしょう？ダメだ。左下が絶対ないもんね。左下がこの4以外ないもんな。他絶対ないっしょ。絶対ないっしょ、これ。ある？
ここで3を生き残らせる方法って確実に不可能でしょう。これかこれしかないんだもん。どっちもダメでしょ。ここがなんかこんなシンプルすぎるの気持ち悪いんよな。こんなシンプルすぎる答えに出してくるの気持ち悪くて、ここが3だったらこっちがこれでいけるんだけど、どっちかを消すでしょう。まあ、ここもどっち、普通やりたくない4を残すっていうのはなんか問題としては面白いんよ。こう、くそ、こいつわからん、わからん、わからんけど、これ解き方もわからん。チートができないっていうことね。もうこの形以外で、この形以外で、この形以外で解く。こいつだけ見る？こいつだけ、3、こいつだけ9の違う出し方ないか知りたいんだけどな。上を取ります。で、下こうなりました。そこをマイナスしたい。だけどこのパーツとはマイナスがうまくかみ合わない。これがここにいてマイナスになるのはちょっと考えるのが難しい。2が縦に入って、その奥にそれが入ったとしたら、消える、消える、消えるで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、なんかおかしい。あの形があって、あの形があって、そこが消えて一個残って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、これ2の入ってるところがないのか？ここが欠けていて、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、1、2、そこが入って、でそれが入ってて、ここは打ち消し合って一個消えて、こう、あれ、あの形があってそこが消えて、この形が入ってこうは消えて、これが入っているから、こう、あれ、ん、んと、こうあって、こうあって、あ、ここが被りすぎてるからか。こうあって、こうあって、消し合って、ここが2つ開く。で、もう1個マイナスなんだけど、ここのマイナスが効いてないから、ここにはかけられないんだ。こうあって、ちょっとリセットリセット。4。4ある。で、ここにも4ある。で、あって、あって、これで25個でしょ？すべてのパーツがバシッとはまるんだったら、これでクリアなんだけど、すべてのパーツがバシッとはまるような盤面ではないから、クリアにはならない。
ので、ブロックの形を変えるか、ブロックの個数を変えるかをしてあげたいんだけど、形が一向に変わる気配がないのが辛い。辛い、辛い、辛い。全部埋めるか、2マスだけ焼くかっていう2通りあるけど、どちらも右側のパーツがダイナミックすぎて、5×5 の盤面にはまってくれないので、こっちのピースをもっとスリムな形状にしたいんだけど、それがうまくいかないのね。ただこれ答え見る？
お、これができるということは、これを2にして、ここを開ける。いける、いけるね。わかったかな？わかったよ。時間かかったね。やっぱり右下のこの形状が、こういう形いけるところまで考えるのが、めっちゃ時間かかったね。どうやって消してんの？これ。これを見てどうやって消したかわかる？僕はわかんないんですけど。わかんなくはないよ。ここね。ここね。ここにこれが入って、こう入って、こう入って、ここの二つが消えて、ここに二が入ったと。嘘つけ。いや、そういうことじゃないの。2が、2から1個消して、2が1ブロックになりました。で、このブロックの下2つが消えて、横長の3になりました。となると、こう入って、こう入って、こうってことだね。で、それができると、こうなって、このパーツ、右下のパーツと、ここの長いやつ、で、右上のパーツと、ここに2っていう形でこれができるっていうことですね。よいしょ。ってことで、まあ、ここで終わってもいいんだけど、三本線？三回通れ、三回通れ、三回通れ。ダメ。なぜ？なんでダメだった？三回通れ、三回通れ。一、二、三。あ、そっかそっか。その向こう側のことまで指定されてるのか。だからこのスタート地点がそもそもこの子の1点目に当たっちゃってるから。ってこと？この裏を通ったとしても、こいつの1本通ったよっていうラインになってるわけだ。ダメ。真ん中が2本しかない。
1231231231231231。こっちもいけるし、こっちもいける。という感じで、じゃあ次回山の山編ノーマルルートのエンディングいけるといいなという感じです。